ナタン・シャランスキー・ナタン・ボリソビッチ・シャランスキーは、ソビート連邦の反体制運動家、作家で、イスラエルの政治家。ロシア語名は、アナトリー・シチャランスキー。ウクライナ・ドネツィクに出生。アンドレイ・サハロフの通訳、コンピューター技師として働いていたが、1977年に、反体制組織、ヘルシンキ宣言監視グループの中心的指導者として、逮捕。 アメリカ中央情報局のスパイとして反逆罪に問われた。この逮捕に関して、ジミー・カーター大統領は、スパイ説を否定、ブレジネフ書記長宛てに新書を送るが、シベリアの強制収容所に収容される。1986年2月東西両陣営による、服役者交換によって釈放され、その日のうちにイスラエルに出国。移住後は、ロシア系移民を急合して、 イスラエル・バーリアーを結成。ベンヤミン・ネタニヤフ・エフード・バラック領内閣で閣僚を務め、アリエル・シャロン内閣で副首相、住宅建設省に就任。しかし、2005年5月2日に、ガザ入植地からの全面撤退を決めたことに抗議して、閣僚を辞職した。同年8月末に、ネタニヤフがシャロン当閣に決起した際にはこれに従った。ソ連体制下で、 反体制運動に関わり、かつロシア移民の利害を代表して、イスラエルアラブ人住民に強硬な態度で知られ、東エルサレムの分割にも反対している。ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地建設も強力に支持している。自身もかつてその職にあった住宅建設省は、イスラエル政界でも強硬派として知られる議員が、その職を務めており、アリエル・シャロンや、 ネタニヤフ政権下では首相のネタニヤフが兼任。シャロンがガザ地区撤退計画をぶち上げたシャロン政権2期目においては最も強硬とされるエフィエイタムが務めており入植地自体は拡大されている。自由と民主主義の理念を世界に広げるために他国への先制攻撃を取るべきという心情を持っている。ネオコン系の政治家とも信仰が深く、 著作、なぜ民主主義を世界に広げるのか、圧政とテロに打ち勝つ、自由の力ザケース法デモクラシー、ザパワーオブフリーダムツーオーバーカムティラニーンドテラーは、ジョージ・ W ブッシュの拡大中東構想に影響を与えたと言われている。2006年には、ブッシュ大統領から大統領自由勲章を授与されている。日本においては、拉致問題の解決に取り組むスクー会館部、 島田洋一や西岡力が人間として慕っており、シャランスキー自身も北朝鮮による人権抑圧を激しく批判している。ありがとうございます。